いや、元気マン覚えてるんかな、これ死にかけませんでした。最後の最後、最終日の最後の釣りが終わって、うん、さあ帰ろうっていう時、うん、はい、今グレッグっていうガイドと一緒にマザーボート探してるけど、マザーボート行方不明で帰れません。で1時間以上さまよってるみたいな。これ別パーティーと今合流したんです、うん、別パーティー探しとってたまたま遭遇したこの広い川でこんなライトでやっても無駄よねって思って。これ遠くに見えてるのはこれね、岸じゃないんですよ、中洲なんですよ。ああ、そうなんや。全然岸なんかもう霞む向こう。なるほど。マジで迷子です。アマゾンで迷子はやばい。やばい。一晩過ごしたとか、そんなんよう聞くから。連絡を取る手段はないんですかね。現地の携帯も通じない。現地の携帯なんかないっすよ。あ、ないんですか。ないっす、ないっす。誰？山ちゃんっすね。山ちゃん、あ、マザーボートがおらんのよ。え、おった？誰かおった？誰か向こうおった？誰もいない。もうこの人迷子になってるなとか思いながら、いや、全員みんな1時間以上向こうも全部探して迷子。 What should be here? Stay. It's possible that some... 参ったね。 It's possible that I'll just have to come grant you hotelこれね、カメラには若干見えてるけど、肉眼ではほとんど真っ暗なんですよ。あ、うん、途方に暮れるってこれですね。そうそう、もうあっちは行った、こっちは行った、うん、向こうも行った、うん、お前らどこ行ったっていうのを話し合わせてるんですね、うん、今、うん、でもおらんっていう、うん、で、一番左の船がガソリンがないって言い出した。あ、探しまくったんですね、うん、2時間ぐらい走ったって言いよったから、もうこんな状態ですよ。で、やっと見つけたんです、これマザーボート。マザーボート何をしよったんですか。ね、うん、島の陰におった。あー何時間か走って、うん、やっと見つけたんです。へー、見当違いな場所ではなかったんですね、うん、と思うんですけどね、うん、今日相当走りましたよ、これ。あ、そうか、岸につけて最後の夜のパーティーの準備をして、そうそうそう、パーティーをしてくれようとしてて、よかった。とりあえず帰れました。帰りましたね。最終日。最終日。釣りはってことはもう終わりですか。もう釣り道具も全部今から片付けますよっていう本当の最後の最後。なるほど。うん。で、今からパーティーが始まるっていう、このパーティーも聞かされてなかったんですよ。向こうの人がもうサプライズ的にやってくれたっていう。なるほど。そうか。迷子になる。アマゾンで迷子はきついですね。いや、ちょこちょこは聞くんで、うん、けどまあ自分は大丈夫やろってみんな思ってるでしょ。そしたら、うん、まんまと、うん、うわほんまにやばいかもしれないで、
見ての通り砂浜だらけだったんで、うんうんうん、水深が1メーターないんですよ、ずっと。でそこに流木とか、うん、立ち木とか、うん、いっぱいあるんですね、うん、それに突っ込んでいくのかもう見えないんですよ、もう夜過ぎて。だから本当に怖かったですね。なるほど、うん、そうか。自分もそんな暗くなるまで川出てると思わんから明かりも持ってってないんですね。持ってってないし、うん、で3回ぐらいはね座礁もしたし、あ、うん、もう完全昼まで、いや夜、その迷子中ザーって上がってしまったりとか、まあ現地の人も見えてないんでしょうね。そう、あれが岩だったらしんどったなって思って。いや、よかった、でも帰れて、うん、まあけど海外っていうのはこんなもんです。なるほど。まあね、これがもしかしたら船の上で野宿になった可能性もあるわけですからね。例えば、うん、それが日本の旅行会社がしました、うん、ニュースもんですよ。だけど海外に出たら普通、うん、普通、うん、なるほど、はい、覚悟しとけば。そうそうそう、覚悟というかね、うん、それがいい経験になるんですよ、本当に。すべてを楽しめるのが、うん、本当こういうちょっとした旅だと思う、うん、今映ってませんでしたけど塾長とか沖山さんとかは迷子にならなかった、なってなかった、なってないんですか、うん、なってなかった。あと、うん、のメンバーは全員迷子なる、うん、はい、いよいよこの後パーティーシーンがあります。あ、なんかすごい、うん、僕はね生まれて初めて酒をあんなに飲む、うん、あ、そういうパーティーだった、うん、飲めないんじゃない。僕ね、下戸なんですけど、うん、村田はじめさんっていうキングに、うん、元気マンはこの酒は飲めるから飲んでみなっていうのを、うんうん、永遠1時間ぐらい説得されて飲んだんです、うん、あ、そのシーンが出てきます。あ、本当ですか、はい、はい、じゃあ交互期待、はい。